お菓子ですね。はい、お菓子類ですね。お菓子。新潟っぽいのはこれかな、ゆかり。ゆかり。ゆかり。はい。ゆかりや。これ食べ方わかるかな、あのお湯に入れたりとか、このままでもいいんですよ、ポリポリと。うん、ただあのね、歯がだんだん弱くなってるから、それと面白いのはやっぱりあの白湯っていうか、お湯の中に置いて風味が出ますから、それでちょっとこういただく方がいいかと思います、うん、でこれ1個108円なんですよ。108円。何個入って、うん、1個、これ1袋が、あ、1袋、はい、で味がみんな違うんです。なるほど、はい、これはミントなんで、生姜、しそ、柚子、はい、抹茶、抹茶だね、抹茶、はい、コーヒーミルク、でこれがミントです。明治33年1900年創業してますから、うん、古いんですね、うん、多分明治にできたから明治って後で作ったのかもしれないけれど、これはですね、港町通り一の町って、あのもう下手ですね、うん、柚子にしようかな。柚子、はい、はい、熊さん柚子、はい、はい、私はじゃあもう抹茶にしようかな。うん、コンペイトーみたいなんですよ。おこし種に砂糖を蜜をかけて作るお菓子。これ砂糖の塊ですからね、言ったら。おこしに砂糖、焼酎に入れてもいいって。おお、この見た目が可愛いんだよな、映んないかな、言いますか。これおばあちゃん家行くと大体あるぞって言って出してくれて、お湯入れてもらって飲んでた。お客さんが来るとね、うん、これでおもてなししたり。これかくず湯か出てきた、うん、くず湯な。風味を楽しむ、浮いてるもの、浮いてる四角で浮いてて可愛いっていうのと、うん、それと鼻で来る風味で、食べたとか飲んだ時の口の中にこう甘さが広がるっていうか、佐藤の甘納豆、お店紹介した佐藤菓子店。これはおいくらですか。これ380円です、うん、これで。これはね、僕これ食べるのは、僕ヨーグルトの中に入れて食べたりする。これはもちろんこのまま食べれ、あの美味しいんですけど、ごめんなさい、ゆかりのとこで作ってる羊羹もあったです。これ540円です。でね、これ、あの、こしあんじゃないんですよ。粒あんなんですよ。粒あんともう一つあったのが大納言ってやつ。そっちも気になったんですけど、一応この普通の粒あんの、うん、羊羹です。これも多分、あの、お父さん作ってらっしゃる。これゆかりで買いました。ゆかりになる羊羹ですね。かりんとう。田辺のかりんとう。ごめんなさい、これ値段言わなかった。言ったっけ ?540円。これは550円。これはね、かりんとうの革命なんです、本当に。これは本当に美味しい。あの、今までのかりんとうとは違う。うん。もう、なんでしょうね。あの、鴨で作ってるんです。うん、鴨市で。で、鴨にですね、マスカガミという蔵元があるんです。マスカガミって、あの、亀のぞきとかね。あの、美味しいお酒作ってらっしゃるんですけども。そのマスカガミの本社のお店の真ん前にこの田辺のかりんとう屋さんあります。僕だから両方寄るんですけども、まあ行けば、これは美味しいですよ。ぜひ、多分食べられた方も大勢いらっしゃるとは思いますけれども、かりんとうの革命と私は思っております。はい。あなたの好きな年吉のプラリネ、これ美味しいんだ。これ新潟だけでしょ。だから説明してください、中を。まあ食べましょう。あの、まあずっしりした、まあなんていうか、ケーキというとちょっと違うのかな、まあ、ケーキでしょうね。でもね、これは美味しいですね。これでいくらだったかな。432円。432円。はい、あとは430円。この辺りもあれですか、年吉さんですか。全部年吉です。これが笹団子の、まあまあ、あの、タンドって書いてあるんですが、うん、新潟っぽいなと思って、お土産にいいだろうなと思って、まあ、ケーキですよね。笹団子パウンドケーキ。
これ216円です。でね、これもそう。これ、一休。一休。一休さんじゃないんですよ。一休だからこう、この鋭いイラストが、イラストが入ってるんですけど、一休さんというのはね、子供と遊んだりして、新潟では非常に親しまれた和尚さんなんですけど、新潟ですよ。え、違いました？分かんない。あれ違う？あれ調べましょう。これレモンケーキ。レモンケーキってそのイメージじゃないな。このイメージじゃないでしょ、うん、レモンの形のイメージ。これでこ俺もこれ見た時に、あ、これ面白そうだな、美味しそうだなと。ねんちさんいろいろ作ってらっしゃるんですけど、これ151円ですね、うん、これが。これ僕好きなんですよ、これ。甘納豆のあのでかいやつ。花豆っていう、花豆の、お、これ黒いこれぐらいの大きさの甘納豆なんですけど、それが何個かここに入ってるんですね。これで260円です。これはね、茶道汽船の売り場で買ったんです。これはスーパーで売ってます、でも。新潟のスーパーで売ってます。これニーツで作られてるやつなんですけど、これね、美味しいですよ。しっとり、しっとりしてますけど、260円。花豆甘納豆、花豆、国産花豆甘納豆。なんとなんと、これ佐渡金山石臼もなかというやつですか。これなんかとても魅力を感じた、もなかでした。220円です。これ佐渡汽船で買いました。佐渡でも売ってます。モデルとなった人物が新潟県にいました。新潟県に生まれた良寛です。あ、良寛さん、良寛さん、そうそう、良寛さん、良寛さん、良寛さん。そう、多すぎましたか。うん、多すぎ。これは多分伝わりにくい。多すぎたか。これがなんだっけ、笹団子パウンド。笹団子パウンド、うん、だからこのグリーンのところが笹団子のあのよもぎなんでしょうね。よもぎの、うん、多分そうですね、すごい綺麗な、よもぎの味がするんだと思います、うん、これ何ですか、これ何ですか。かりんとう。ああ、このかりんとう。やっぱすごい立派ですよね。いや立派だし、あ、食べたらわかる。私じゃあかりんとう食べますよ。はい、食べてください。これほんと立派。なんか細くて短いイメージあるけど、こんなごっついのあんま見たことない。硬いですよね、うん、コーティングが分厚い。砂糖の部分というか、なんだろうね、うん、かりんとう独特のあの黒糖ではないんだよね、うん、ここは。何だろう、水飴、上白糖、黒糖。あ、黒糖も入ってない、うん、もうちょっと違いますよね、うん、あのかりんとうとは。私この金山もなか2層になってます。確かにこれちょっといただいてます。ちょっと大きいな。いただきます。すごい。それ何でしたっけ、うん、それん、何ていうやつでしたっけ。金山石臼もなか、あんまり甘くないです、うん、美味しいです。花豆、甘納豆もらいます。これ僕味わかるんだ。本当に甘からずなんですよ。さっき一袋ありました。これ260円なんですけど、ペロッといっちゃう。よくいきます。うわ、美味しそう。うん、うわ、美味しそう。これすごい。どうやったら見せられるかな。普通の羊羹よりもちょっと水羊羹っぽいんですけれど、うん、甘さがこれもものすごく抑えられてます。甘くないです。そんなに甘くない。うん、断面が綺麗な。美味しい。これレモンソースかな。
うん。お酒入ってますね。あ、洋酒入ってます。洋酒。結構強いですか、お酒。うん。日本酒ですか。洋酒。あ、洋酒。うん。あっさりしてる。もう酔いました。あっさりしてるな。なんだ、俺。なんだ。あ、ふわふわ。なんだ。しっかりしてるよね。うん、そのカステラっぽいけど、カステラじゃないんですよね。うん、まあ、僕の場合も全くもう抹茶の味がすごく濃いです、これ。うん、抹茶の味がとても濃い、あのパウンドケーキではないけど、パウンドケーキ風、うん、近いパウンドケーキに近くて、これは めちゃくちゃ濃い抹茶です。マフィンじゃないけど、なんか美味しいです。なんか説明が難しいけど、まあ、でも美味しいね。説明が難しい。でも本当美味しいです、うん、いや、知る人ぞ知るだと思います。しないかな。お、僕が知ったのは楓が好きだって言うんで、うん、美味しい。これでも、これも多分おばあちゃん家で食べたような気がする。楓が好きだ、プラリネっていうので初めて。このね、チョコのコーティングのとこが美味しいんですよ。この上ってくるみですか、これ。アーモンド。上の。多分アーモンド。アーモンド、アーモンド。この間のジャムもいいんですよね。上品だよね、これね。うん、僕、いろんなの買いすぎだと言われましたけども、うん、いや、お店に入ってみて、そういう目線で東京、関東、他県、から来る人に紹介しようとすると、そういうところが、あ、これも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 なっちゃったんです、はい、はい、そんなことで、はい、新潟土産の参考にしてみてください。はい、はい、ぜひ参考にしてください。楓でした。ありがとうございます。くまさんでした。です。